というわけで今日のなんも出ねえよはブザード夜会ホテルでサイコロトーク。というわけで本日はですねサイコロトークっていうのをやりたいなと思うんですけども、はい、サイコロないです。ならねえ。まあ数字によって喋るトーク内容が決まっているので、はいはい、聞いた方はその番号のトーク内容を喋ってもらう。ちょっと厳重にいいですか。いきますよ、はい、いや3番です。いやあ、公平だ。公平といえばの話なんですけども公平といえば今日ね、リハーサルをしててやっぱり公平だなっていうところを思ったんだけど、あいつは自分のターン、自分が歌うときにめちゃくちゃ回る。回るね。絶対歌うとき一回回ってる。一歌一回りだよね。そうだよ。まあブザーのベイブレードって呼ばれてる。ベイコマだから。ベイコマだから。すげえじゃん。ライブ中の半分ぐらいはあの子回ってるんちゃうかっていうぐらい回ってるよね。基本的に回りな。回ってる回ってる。公平といえば回る。はい。5番。せーの、幸せだなーってしみじみ思う瞬間の話。しみじみってどういう感じ？ちょっと。しみじみはじわじわ。じわじわ。じわじわ。だなーって、はいはいはい、エモい時ね。そうそうそう。やっぱその、まあ、みんなといる時間結構多いから、多分みんな見たことあると思うんだけど、美味しいもん食べて、うんまって言ってる時ね。めっちゃ言う。言うの？でもさ、自分だってさ、もう全てのものに関してさ、前なんでも言う。なんでも言う。逆にこれ微妙だなって言ってることがあんまない、うん、あんまないかも。みんなさ、みんなさ、いっつもじゃんっていうさ、なんでもそう言うじゃんって言うじゃん、うん、俺それを聞いてて気づいたの、うん、あ、俺はうんまっていうことによってうまくさせてんの。あー、洗脳洗脳洗脳じゃん。じゃあ今まで買ってきた者たちいやいや、それによって全部さらにあ、じゃあこうすればいいじゃん。食べる前にうんまって言ってから食べる前にヘイお待ち、うんまそう食べる前に言ったよ。ごめん、どこがしみじみ。うんまやめんな、試してみて。とりあえずうんまって言ったらなるほどね、はい、なるほどね。チキポケナンバーワンのオンリーワン。ここカットでいい。せーの。俺ってイケてるなと思ってしまった瞬間。おお、引き強いな。なんだろうな、俺っていけてるなと思って散歩してるときはいつ思う？あ、散歩は、まあそうね、大体いけてるね。だって曲聴きながら、もうなんかもうなんだろう、もう自分の好きなことしかしてないから。それもそうなんだけど、やっぱ朝起きて鏡見た瞬間いけてるかなあ、今日調子いいって。うん、今日調子いいわって。おはようって自分に言う。幸せな自分に言う。幸せな自分に言う。おはようって、うん。え、誰？おはよう。どういう感じで？おはよう。ちょっと一回シミュレーションしてみよう。鏡やっちゃった。あー、よく寝た。ガッ！すぐいい。4番。せーの。今だからごめんなさいの話。今だから謝ります。お、あ、シャラ君。え、お、現場に？ごめんなさい。何何何何、そんな、そんな一番最初の、もうほんと、覚えてるかな、いつだっけ、2019だっけ、違う、2年前もっと前だ。俺たちが一番最初の時にデビューした4年前ぐらいとやったライブ、はいはいはい、一番最初の覚えてるよ、2017年3月24日。その日にですね、たまたま2人で並んで化粧してたんですよ。はいはい、で、そう、メイクのね。で、こう俺のファンデーションをプッてやった瞬間に、思いっきりそれが勢いが良くて、プシャンってね、プシャンっつって、ここの膝のところにシャンってシャンって、
ビチャってなって、本当に鳩の糞みたいな勢いで、そうマジで、しかも、あんまりなんか、いや何が最悪、まだね、まだね、最悪なのは初期だからね、最初の衣装って白パンじゃん、そうそう、あ白パンない、ね、あれで着いたの、そう、初めて来た日に、やばっ、お披露目する前、そうそう、やばい、本当にやばいやばいと思って、あんまね。ね、そんなにまあ仲良くないから、まあ、初めほぼ初めましてだからね、本当にごめんなさいみたいな言ってて、まあ今ぐらい仲良かったら、うん、お前ふざけんなよって言われるじゃん、うん、こっちも仲良くないから、うん、おいいよみたいな、なんだよ、内心はどうだった、内心はこいつマジ無理って思ってデビュー初日から多分1ヶ月ぐらい多分すげえ歯を嫌だなって思ってたね、それでね、なんだろ、わざとやったんじゃないかって思ったもん俺、いやまさかね、白パンにファンデーションそういう人いる、そうなんかあの、チューブみたいなやつだったの、あファンデーションで、あそれで、こうやって一瞬で出してたの、こうやってやってやったら、ジャーンってこっちに飛んできて、えってなって、はい、今だから、本当にごめんなさい、許しませーん、せーん、わーねー魔法の言葉や9番9番ありがとうございません6番6番です6番ね6番はね、はい、いきますよせーの最近気になってしょうがない話最近気になってしょうがない話と言いますとねあ最近さ家具をね暇な時家具を見てんだよニトリさんとかイケアさんとかあの清香さん清香多分清香あのの あ, のあとフランフランさんとか見てんだけどなんでフランフランだけどさっきから提供があったんだよ提供があったんだよ設定があったんだよあのまあ最近ニトリさんとかいろんなニトリさん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 人ではないから45リットルのゴミ箱とかこれ家具買うときに家具ってさ1個買ったらもう何年か使うじゃんずっと、まあ、そうねだから1回で一番いいものを買いたいの、うん、じゃあ俺結構調べるんだけどなかなかね踏み出せないよだからみんなにあの買ってよかった家具とか、うん、聞きたいあー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 コメント欄で教えてください逆に、ね、5番幸せだなとしみじみ思う瞬間だったいや多分もうちょっとみんな多分そうだと思う、うん、これはみんなしみじみ幸せだなって思う瞬間があると思うんですよ、うんうん、やっぱりうんちしてる時って幸せじゃないですか4番せーの今だからごめんなさいの話ねあの道しるべのダンスプラクティスの日おなんですけどみんなねみんな覚えてるか分かんないですけど遅刻したんですよねで、LINE 入れてたんだけどねすいませんちょっと電車がごめんわーみたいな呼べみたいな送ってたで、なんかこれ家でめっちゃくつろいでて、うん、で、なんか LINE やたらなるなと思って見たら、なんかそのもうついてますみたいな開いてますかあー、忘れちゃってたんだすいませんがねあー、めっきりめっきりこうなっててあ、どうだふしょーふしょーって俺ってさ、そんなさそこまで遅刻しないじゃん、うんうん、で、はーってなってしかも、ダンスプラクティスの日って俺時間決まってるからねそうだね時間決まってる上にプレッシャーがえぐいのあー分かるえぐいの分かるなんかさあるじゃん頑張んないかなみたいな、うん、なんかあってでそれもあってちょっと遅れるからさ練習できないわけ、うん、でぶっつけになるのよ
俺が、うん、だから、うん、もうミスったら 100% 自分のせいじゃん、うんうん、でうわもうやばいやばいと思ってた時にサクがめっちゃ途中にまくってくれてありがとうございました逆にねごめんなさいじゃなくてありがとうまあごめんもなんだけどごめんもなんだけど、でも最近多くない遅刻遅刻はえ、うん、遅刻っていうか後忘れてる後忘れてること来なかったこともあるリハーサル来なかったよねえ、いつだっけさっくんが舞台の稽古中の、うん、なんかこうリハーサル、うん、の時にね、じゃちょっと夜だからちょっとね、これからダンスのリハ頑張ろうっていう時にちほちゃんがいないみたいな来ないねみたいなえ、でもなんかね、なんか LINE 来てるんじゃないみたいな、うん、ごめんなさい、うん、遅れますみたいな、うん、ないのよ、うん、えこれ怖くないしかも結構遅いんだよ ね夜8時か9時とかだったもん、ね、そう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 で、インスタストーリーには植木買いに行きましたあ、そうだよおやつの3時ぐらいにねそうだ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 木みたいな感じ木買いに行ったの木買いに行ったのもっとすみませんすみませんよね公平といえばの話。いや今だからさいないから言うけどさ。お、はい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 。コペっていいところをコペに話すと永遠コペって答えてくれるよ。わかる。褒めると。そうそうそうそれ。褒めると。これは悪いな。悪いけど。あのなんだっけ結構さ。前、なんか髪型やってもらってたの。で、めっちゃうまい時あって、ですごい、うまいねって言ったら、でしょ、ここをこうして、ずっと言ってた。俺がこれ終わるまでずっと言ってた。ポイントをね、そう。さあ、教えてくれ。ありがとうね。これ、俺やみたいな、怖いぞ。いや、でも嬉しいよね。そう。本当に、嫌な意味とかじゃなくて、かわいい、そういうこと。かわいい、そういうこと。そういうこと。公開されて見ないから。よかった、よかった。にせーのちょっと痛い怖い話まあ心霊まあ学生の頃は心霊スポットとかも行ってましたからねあー、怖いね行ったことある怖いいやでも行く人ってよくマンジ系って聞くよあるよねマンジリベンジャーズ系のリベンジャーズ系のね俺でもね、一人だと小さい頃から心霊番組とかあるじゃん一、うんうん、人だと本当怖いのいや、それはでも一回見始めるともう逃げたくないのこのテレビを消して逃げたら俺は負けだと思ってマンジ系だマンジ系だお母さんが見出すんよでもお母さん怖いからどっか行っちゃうの知らないうちに一人になってねめっちゃ怖いんだけど絶対見てる絶対見てると思って見てんだけど怖いじゃんでも人と見るとなんかへっへっみたいな感じなんだね俺だから心霊スポットとかも学生の頃行ってた時に、うん、友達と行ってる時は全然今気象締結の頭だよね友達編に行ったね気象締結じゃなくて序があったから友達と行ってる時は全然本当に映っちゃってると思って行かなくてよかった俺もう行くのやめよって思っていいね話が長いのが怖い。むしろ怖い話だったね。単純に心霊写真を編集で10倍速くらいにする。心霊。はい、イケメン。俺、今日お酒出てきた。Ha ha ha ha!